グレートビター湖は、エジプトアラブ共和国の北東部に位置する縁湖。スエズ運河の一部を形成し、スモールビター湖と隣接している。運河開作前は、塩類平原であった。面積は、スモールビター湖と合わせて250平方キロメートル。スエズ運河を北に向かうと、マンザラ湖とティムサーハ湖がある。運河が閉鎖されていないときは、地中海と航海の海水が自由に行き来し、 日上がることはない。またグレートビターコは、スエズ運河において、潮流の影響を緩和させる、干渉地帯の役割を果たしている。1945年2月14日、フランクリン・ルーズベルト米国大統領は、ヤルタ会談終了後に当地を訪れ、古城のアメリカ海軍従順洋艦クインシーで、サウジアラビアのアブドゥルアズイーズ・イブンサウード国王と会談した。しかし、 この会談の内容については記録が残されていない。1967年の第三次中東戦争ではスエズ運河が閉鎖され、取り残された14隻の船が1975年までグレートビター湖に閉じ込められることとなった。これらの船はすぐに甲板が砂漠の砂に覆われてしまったため、黄色い船団と呼ばれた。ありがとうございます。